また歴史の歪みが発生しようとしています。おそらく今回の歴史の改変もドミグラのワームホールが原因よ。だとしたら放っておくわけにはいきませんね。今度の歴史では宇宙から来た人工生命体ベビーが相手です。ベビーは父さんやゴハンさんをはじめ多くの戦士を洗脳してしまった強敵です。誰が敵として現れるか分かりません。くれぐれも注意してください。クランクス、お願い、目を覚まして。俺は生まれ変わったんだよ、スクル人としてね。スクル人、まさかベビーに操られてるの？目障りの最悪に消えてしまえ。俺が相手だ。マイチだな。洗脳された俺からあんたを守り通してください。あなたの色がサイヤ人なの？もしかして私の遠い親戚？邪魔をする奴は一緒に死んでもらう。誰だか知らないけど助けてくれてありがとう。ママ自身パパもごちゃおじさんのクランクスにみんな敵になっちゃった。俺の邪魔をする奴がまだ残っていたのか。こいつがベビーだ。サイヤ人どもに滅ぼされた俺の母性も復活した。これから他の星の生物もどんどん寄生していって全宇宙を支配してやる。ぐわっうわっぐわっぐわっおじいちゃん、おじいちゃん、私よ、パンよ、ベビーが手をつけてみんなで地球に帰ろう。ねえおじいちゃん。その姿は僕頑張ったなパン。あと俺に任せたか。悟空、貴様生きていたのか。今度の俺はちょっと強いぜ。やりました、悟空さんがスーパー。それぐらいできて当然じゃい。わしが鍛えたんじゃからな。なんだ。まずい、ワームホールです。一旦戻ってきてください。ワームホールの行方を追いましょう。ちょっと待ってくれ。タウンを守ってくれてありがとな。また会えるような気もするけど、じゃあな。お帰りなさい。お疲れ様でした。ベビーを追い詰めたところでワームホールとはまた厄介なことになりそうです。次の巻物はまた俺が調べておきます。そろそろ慣れてきましたよ。
人ってこうして成長していくんですね。巻物見つけておきましたよ。ベビー、あいつは危険です。くれぐれも気をつけてください。そうね、トランクスまで操るような恐ろしい敵だものね。ええ、まあトランクスはドミグラにも操られてたけど。ドミグラの時は確かに俺でしたけど、この俺は俺じゃない、別の俺で。俺じゃない別の俺って、それ結局俺ってことじゃないの？それはそうかもしれませんけど、もう俺のことはどうでもいいじゃないですか。はい、この巻物に異変が起きていました。すぐに向かってください。トランクス、今ごまかしたでしょ。この歴史では地球と地獄がつながって大戦争が起きています。なんだお前、お前も他の奴らみたいにキャーッとか叫びながら逃げなくていいの？へえ、やる気か。なら俺たちも相手してやるか。さっきの話ですけど、俺じゃない別の俺っていうのは、昔俺がタイムマシンで時間移動してしまったことで歴史が吹いてしまったことがあるんですけど、その俺が壊してしまった歴史の俺が、そしてデビューに操られたトランクスで、今こうしてあなたに話しかけている俺は、そっちの世界にタイムマシンで移動した頃のトランクスなんですよ。だから君もそっちの俺も俺なんですけど、でも俺ではなくて、今はどうでもいいですよね。なんか知らんが、せっかく地獄から出てこれたのによ。俺たちって生き返ってもこんな感じなのか。こんな。いいぞ、その調子じゃ。お前なかなかやるじゃないか。リクーム、バーター、ジース、グルダー、ナッパ、リン、ナ、ソ、ラ、テー、ネオギニュー特戦隊。こんなのおかしいですね。ギニューがいないのに、ギニュー特戦隊だ。
黒い名流だな、かわいいやつめ。我々はネオギニュー特戦隊、全宇宙の精鋭を集めたエリート中のエリート部隊だ。俺たちはナメック星でやられた俺たちの仇を討つために。ジース、グード、やられちまったのか。またスペシャル解説ボスの考え直しだ。会長いないと結構大変なんだぞ。お前らごとき父さんが相手するまでもない。俺が片付けてやる。おお、見直したぞ。そっちの俺、さっきのミスを挽回しろ。ギニューと突き体の青いハリケーン、バータ様の実力はこんなもんじゃないぞ。バータのスピードには要注意です。見失わないようにしてください。てめえ、ベジータの息子か。てめえも地獄行きだ。そうはいくか。地獄からはるばる来てみれば、そんなのこいつのせいですよ。地球と地獄がつながったのは、こいつは地獄で作られた人造人間17号です。こいつが地上の17号と共鳴することで地獄の穴が開かれたんです。歴史通りなら、この後現れた地上の17号とこの17号が合体し、スーパー17号が生まれるのですが、もしこの強くなった17号からスーパー17号が生まれたら、ただでさえ強いスーパー17号がきっととんでもない強さになってしまいます。二人の17号を引き合わせるのは危険です。先にドミグラの洗脳を解かなければ。何をしている。早く来い、早く来い、早く来い。俺と一つの穴見つけた。なんだ、一体どこへ。すぐに追ってください。お前は俺、俺はお前、一つになるんだ。スーパーチューナーを誕生してしまいます。とんでもない強さを感じます。さて、さてのレオを。この程度で鍛えます。
こいつはちょっと歓迎が甘いんじゃねえか。わしが鍛えたんじゃからな。またあのおかしな穴のせいで取り逃がしちまったな。おめえまたどっか行くのか。また世話になっちまった。この借りはいつか返さねえとな。ワームホールがスーパー17号まで吸い込んでしまうとは。これは偶然ではないでしょうね。ドミグラの狙いはおそらく。ベビーとスーパー17号の2人を使って大きな歴史の改変を引き起こすこと。だったんでしょうね。これ以上歴史の改変を大きくするわけにはいかないわ。次が最後のチャンスだと思って気合い入れなさいよ。はい。その前にちょっとお茶でも飲みますか。今までよりひときわ邪悪な気配がします。今度の異常もワームホールによるもので間違いないでしょう。すでにベビーとスーパー17号がワームホールに吸い込まれています。さらにこの歴史には邪悪竜がいます。彼らはドラゴンボールに溜まったマイナスエネルギーが生み出した最強の敵。くれぐれもどうか気をつけてください。私は通信力、悟空、お前と戦える時を待っている。こんなに通信路の弱流か。
いや、俺のじっちゃんの形見だ。先生だったら腕ずくで奪ってみる。だが、俺が勝て、前が集めた4つのドラゴンボールは返してもらう。それからそこの貴様、生半可な腕で俺たちの戦いに割り込むなよ。目障りなだけだからな。悟空さんと推進論が戦っている隙に、ハンさんが三進論に襲われています。早く助けに行かないと。どこへ行く気だ。よそ見とは随分余裕があるのだ。推進論が逃がしてくれそうにありませんね。もう少し戦って相手が倒れた隙をつかないと。相変わらず甘ちゃんですね、スーシン。戦いにやり方も何もあるもんです。どうしました、おじいちゃん。ドラゴンボール取られちゃった。この娘を人質に取れば、悟空を殺すなどたやすいこと。三種類を倒してハンちゃんを助けましょう。やったー。あれ、ここにあったドラゴンボールは？ギリリリリリ、ドラゴンボール反応、ドラゴンボール反応。どこどこよ。探し物はこれではないのかな。下がってろ。父さん、スーパーサイヤ人の本人の父さんです。俺のことは、惑星ベジータはフリーザに滅ぼされた。しかし今度は地球か。ふざけるな、ふざけるな。これが憎いか。だがその俺を誕生させたのは誰だ。お前らがドラゴンボールを乱用したためにマイナスエネルギーが溜まったのだ。そしてマイナスエネルギーが俺たち邪悪竜を生んだんだ。だんだんドラゴンボールに助けてもらったくせに勝手なことを言うな。諦めがついたか。お前では俺に勝てないと。貴様に言われなくても初めから分かってたさ。一人じゃこれっぽっちも勝ち目がないことはな。なんだと。サンキュー、ベジータ。待たせたな、孫悟空。なぜかの俺に殺されろ。3人でかかっても奴には勝てん。ん、でもよ、俺もスーパーサイヤ人4になり、お前と互角になった。だったらあの技が使えるはずだろう。お前からそれを言い出してくれるなんて最高だぜ。
何者だ。これか。俺は孫悟空でもベジータでもない。俺は貴様を倒す者だ。ご神様、父さんと悟空さんが救助した地球の戦士の誕生です。詰めたパワーボールだ。よく行け。よし、はい。ヤクリュウの恨みをたっぷりと詰めたパワーボールだ。よく行け。たっぷりと詰めたパワーボールだ。よく行け。最強の敵であるベビーとスーパー17号スーパーイーシンロンを一箇所に集めて悟空さんたちを倒してしまうことだったんですね。お前の顔には見覚えがあるぞ。あと一息で悟空を倒せたところだったのに邪魔をしやがって。俺のことだ。お前さんになければ。どうやらここにいる三人とも、お前のことが気に入らないようだぞ。どうだ、ここは三人であいつを片付けてしまうというのは。俺一人でも十分。まあ、どうだ。たっぷりと借りを返してやる。頼みますよ。すべてはあなたにかかっています。三人を倒す。地球を。宇宙の悪流の恨みを地球を守ってください。この戦いが終わればマイナスエネルギーで宇宙の全てを破壊し尽くしてやる。それは困るな。この宇宙は俺の支配下に置かれるのだ。後のことは好きにしろ。俺は俺が最強だと証明する。それだけだ。お前らの野望はどれも叶わないぜ。全員ここで倒されるからだ。
逆流の恨みでたっぷりと詰めた。こいつの力でな、サイヤパワーの凄まじさ思い知らせてやろうぜ。俺は最強の人造人間、最強の戦士のはずだ。そっちの時代の17号はそんなやつじゃなかった。あやつなんだよ。目的を失った強さは虚しいだけだ。少し遊びすぎたようだな。だが俺の力はまだまだこんなもんじゃない。逆流の恨みをたっぷりと詰めたパワーボールだ。無駄なんだよ。ハハハハ、俺を倒してそれからどうする。またドラゴンボールを使うつもりか。そんなことは許さんぞ、この愚か者どもめ。確かに俺たちはドラゴンボールに頼りすぎたのかもしれない。ドラゴンボールのおかげで父さんや悟空さんたちが出会い、今なんだよ、みんなが守った世界を破壊させてたまんじゃ。逆流の恨みをたっぷりと詰めたパワーボール目撃。なぜだ、なぜ勝てない。俺は最強の力を手に入れたはずだ。チキシャー、もっともっと強い体はないのか。いつまでも他人の力頼りで自分の力で戦わない。だからお前は勝てないんだ。くらいできて当然じゃい。わしが鍛えたんじゃからな。やったな。今までいろいろありがとな。お前との戦い、すっげえワクワクしたぜ。あの妙な穴から出てきた二人はお前に任せるぞ。それは俺がやっておきますよ。皆さんの戦いを見ていたら、いても立ってもいられなくなって。でも助っ人の必要なんてありませんでしたね。トランクス、いや、お前はあの時の。お久しぶりです、父さん。先ほどの戦い、お見事でした。ワームホールが破壊され、歴史の改変はなんとか食い止められました。すべて正しい歴史に戻ります。おい、もう帰るのか。はい。父さん、どうかお元気で。
お前もな。またな。おかえり。お疲れ様。すみません、決まりを破って飛び出してしまいました。ほんとよ、ダメだって言ってるのにびっくりしちゃうわ。すみません。まあいいわ、なんとかなったしね。これでワームホール騒動も一段落ね。そうですね、今度こそ完全決着です。おめでとう。今までのご褒美にプレゼントを用意しておいたわ。古今東西のグルメを集めたフルコースよ。こっちの建物よ、ついてきて。あの覚悟しておいてください。今までで一番難しいクエストになります。時の海王神様の料理は邪悪竜よりもはるかに凶悪なんです。どうしたの？こっちよ。神様の手料理なんてそうそう食べられるものじゃないわよ。残さず食べていきなさい。